こんにちは。私は国際大学観光エアライン専門学校の阿部と申します。今日は大学入試センター試験本試験、その中でも英語のですね、読解問題を解説していきたいと思います。英語の文章を読むためには語彙力も必要ですし、文法力も必要になります。流れや文脈を読み取ることも必要になりましょう。英語力はですね、コツコツ積み重なれば必ず上がります。一緒に頑張りましょう。はい、それでは早速問題を見ていきたいと思います。こちらはグリーンリースポーツセンターで開催されるフリーマーケットについての案内文となっておりまして、説明文、図表、補足、そして注意事項の4つから構成されています。まずははじめに案内文から読んでいきましょう。タイトルはグリーンリースポーツフリーマーケットです。それでは一行一を読んでいきましょう。 We are now accepting applications for the fall flea market at Greenlee Sports Center. 私たちは今、Greenlee Sports Center で開催されるフォールフリーマーケットへの申請を受け付けています。Please bring your used and or handmade goods. あなたの中古の、そしてあるいは手作りの商品を持ってきてください。We have only a limited number of spaces and accept applications in order of arrival, so email your application soon. 私たちには限られた数のスペースしかありません。そして申請は到着順に受け付けられます。So email your application soon. なので、すぐに申請をメールで送ってください。We are a pet-friendly market, but if you are planning to bring your pet, you must apply for an outdoor space. 私たちはペットに優しいマーケットではありますが、もしあなたがペットを持ってこようと考えているのであれば、外側のスペースを申請してください。For outdoor spaces, the organizers will help set up tents for no extra charge. 外側のスペースであれば、主催者はテントを設定するのを手伝うことができます。追加料金なしで。Trucks are available for additional fees if you need to transport your goods. もしあなたが自分の商品を運ぶ必要があるのであれば、追加料金を払ってトラックを利用することができます。それではここで単語を見ていきたいと思います。Flea market。フリーマーケットとは蚤の市のことで、発音からして free、自由なという意味と間違ってしまう可能性もありますが、スペルが FREE ですので注意が必要ですね。次に、Applications。こちらは応募あるいは申請という意味になります。Handmade。なんとなくわかるかもしれませんが、こちらは手作りのという意味になります。In order of、 これは何々の順番でという意味になります。この後に arrival、 到着という単語がついておりますので、到着の順番でという意味になります。次に pet friendly、 これはペットに優しいという意味です。 organizers、 これは主催者です。No extra charge、 追加料金なしでという意味になります。 Available、 こちらは利用できるという意味です。 Additional fees、 これは追加料金を意味します。 Transport、これは何々を運ぶ、あるいは何々を移動するという意味です。
次に図表、そして図表についての補足を読んでいきたいと思います。こちらの部分になります。まずは図表をご覧ください。こちらには金額が記載されています。インドアスペース 2×2 メートル、アウトドアスペース 4×4 メートル、それぞれ金額が違います。10月3日の土曜日であれば、内側のスペースで8ドル、外側のスペースで9ドルになります。10月4日の日曜日であれば、内側のスペースで10ドル、外側のスペースで11ドルという金額が設定されています。この図表には補足がついておりまして、この2つ、Water is available for indoor spaces。内側のスペースだと水が利用できます。If you apply for both Saturday and Sunday, you will get a $2 discount each day. もしあなたが土曜日と日曜日の両方を申し込んだ場合、あなたはそれぞれの日に対して2ドルの割引を得ることができます。と書いてあります。それでは次に注意事項を読んでいきたいと思います。この部分になります。Keep in mind 文字通りマインドにキープしておいてほしいこと、頭の中に留めておいてほしいこと、要は注意事項を意味します。では、個別に見ていきましょう。一つ目、Location of the spaces is decided by the organizers. No requests or changes are possible. スペースの場所については主催者が決めます。No requests or changes are possible. 要望や変更は不可能です。と書いてあります。二つ目、Any changes in opening and closing times are announced 2 days in advance. 始まり、そして終わりに時間についての変更は2日前にアナウンスされます。三つ目、If you cancel your application, 80% of all fees will be refunded. もしあなたが申請をキャンセルした場合、費用の 80% が払い戻されるでしょう。四つ目、Garbage must be separated and put into the appropriate garbage cans at the end of each day. ゴミは分別され、適切なゴミ箱に入れられなければなりません。その日の最後に。5つ目、Fires and open flames are prohibited. 火気厳禁です。続いて単語を見ていきます。Refund。これは払い戻すという意味になります。ここでは受動態で使われてますので、払い戻されるという意味になります。Garbage、これはゴミですね。Appropriate、これは適切なという意味になります。最後に Prohibited、これは禁止するという意味になります。ここでも受動態が使われてますので、禁止されるという意味になります。フリーマーケットについての案内文、図表、補足、そして注意事項に目を通しましたので、早速問題を解いていきたいと思います。問題はこの部分になります。問1、Fran will sell her handmade jewelry on both days. She needs only a small space. How much will it cost? が質問です。フランさんは自分の手作りの宝石を両日に販売するでしょう。She needs only a small space. 彼女は小さいスペースのみ必要としています。How much will it cost? いくらかかるでしょうか ?1、14ドル。2、16ドル。3、18ドル。4、20ドル。このうちの一つが正解となります。この正解を探すために、まずは図表を見てみましょう。
こちらには金額が書かれていました。フランさんは小さいスペースのみ必要と書かれてありましたので、インドアスペースになるでしょう。ですので、両日ですから、10月3日は8ドル、10月4日は10ドルが必要になるはずです。ただし、この図表には補足がついてましたね。補足も見てみましょう。こちら。If you apply for both Saturday and Sunday, you will get a $2 discount each day. もし土曜日と日曜日の両方申し込んだ場合、あなたはそれぞれの日に2ドルの割引を受けるでしょうと書いてあります。なので、フランさんはディスカウントを受けることができるんですね。ということは、土曜日10月3日、8ドルのところを6ドル。日曜日10月4日は10ドルのところを8ドルで済むことができます。結果として6ドルプラス8ドル。必要な金額は14ドルになります。以上のことから答えは選択肢丸1、14ドルになります。問い2。Pat wants to sell some big household items, including a refrigerator. So she needs an outdoor space. What offer can she take advantage of? Pat さんは冷蔵庫を含む大きな家財道具を販売したいと考えています。なので彼女は大きな外のスペースが必要です。彼女はどんなサービスを利用できるでしょうか?というのが問い2の問題になります。選択肢丸1、free assistance in setting up her tent。彼女のテントを設営するために、無料の援助を得ることができる。丸2、full cash refund due to cancellation。キャンセルした際、全額の現金での払い戻しを受けることができる。丸3、selection of the location of her space。自分のスペースの場所を選択することができる。丸4、Use of a large truck free of charge。大きなトラックを無料で利用することができる。このうちの一つが正解になります。問い2の正解を探すために、案内文の方に戻ってみましょう。案内文の中に、この一文があります。For outdoor spaces.The organizers will help set up tents for no extra charge. 外側のスペースを利用する場合、主催者はテントの設営を無料で手伝います。と書いてあります。以上のことから、問い2の答えは選択肢丸1。自分のテントを設営するのに無料の援助を受けることができるが正解となります。問い2の答えは選択肢丸1だということが分かりましたが、2と3と4の可能性もありますので、一つ一つ見ていきたいと思います。丸2、full cash refund due to cancellation。キャンセルした際、全額の払い戻しを受けることができる。この答えを探すのには、注意事項のこの文章を参考にするといいでしょう。If you cancel your cancellation,80% of all fees will be refunded. あなたがもしキャンセルした場合、費用の 80% が払い戻されるでしょうと書いてあります。なので、全額ではなく 80% しか払い戻されません。ですので、ここで選択肢2の可能性は消えることになります。選択肢丸3、selection of the location of her space.彼女のスペースの場所を選択することができる。この答えは注意事項のこの文章にあります。Location of the spaces is decided by the organizers. No requests or changes are possible. スペースの場所は主催者によって決められます。要望や変更は不可能です。という文章から選択肢丸3の可能性も消えてしまいます。
それでは選択肢4はどうでしょうか。 Use of a large truck free of charge。 無料で大きなトラックを利用することができる。選択肢4については次の文章を参考にしてみてください。説明文にあります Trucks are available for additional fees。 追加料金を払えばトラックを利用することができると書いてあります。この文章によって選択肢4の可能性も消えます。結果として選択肢1が正しいことが証明されました。問い3。 Mark makes herbal soaps and candles. He has chosen an indoor space. Which of the following will he be allowed to do? マークはハーブのソープとキャンドル、ろうそくを作っています。彼は内側のスペースを選択しました。次のうちどれを彼がすることを許されているでしょうかというのが質問になります。選択肢1、 Choose a space close to the sink to get water easily。 簡単に水を得るために流しの近くのスペースを選択することができる。2、 Have a bowl of water for a customer to try his soaps。お客さんが彼の石鹸を使ってみるために水を用意することができる。3、 Keep his pet hamsters in a cage at his booth。 彼のブースでカゴに入れたハムスターを置くことができる。4、 Let his customers light some sample candles。 お客さんが彼のサンプルのろうそくに火をつけることができる。このうちの一つが正解になります。正解を探すためにこの図表に戻ってみましょう。この図表には補足がついていまして、その一つ目、 Water is available for indoor spaces。 マークさんはインドアのスペースを選択しました。なので水を利用することができます。このことから答えは2番、 Have a bowl of water for customer to try his soap。お客さんが石鹸を試すために水を用意することができるという選択肢2が正解になります。問い3の答えは選択肢2なのですが、1と3と4の可能性もありますので一つ一つ見ていきましょう。1、 Choose a space close to the sink to get water easily。 水を簡単に手に入れるために流しの近くのスペースを選択することができる。これができるかどうかにつきましては、注意事項を見てみましょう。1、Location of the spaces is decided by the organizers。 スペースの場所は主催者によって決められると注意事項に書いてあります。なので、水を使いたいからといって自分で場所を選べるわけではない。ということで、選択肢1が消えてしまいます。それでは3はどうでしょうか。 Keep his pet hamsters in a cage at his booth。 ブースでカゴに入れたハムスターを置くことができる。これにつきましては説明文を見ていきましょう。説明文に But if you are planning to bring your pet, you must apply for an outdoor space。 ということで、ペットを持ってきたければ外側のスペースを申請しなければならないと書いてありました。彼は内側、インドースペースを申請していましたので、彼はペットを持ってこれないということになります。ですのでここで3も消えてしまいます。最後に4を見てみましょう。 Let his customers light some sample candles。お客さんがサンプルのろうそくに火をつけることができる。これは注意事項に Fires and open flames are prohibited。 火気厳禁と書いてありました。ですのでサンプルのろうそくに火をつけることはできません。ここで4も除外されてしまいまして、結局2が正解だということが分かりました。問4、 Which of the following is true
about this flea market. このフリーマーケットについて正しいものは次のどれでしょうかというものが問い4になります。こういった正誤問題の場合、選択肢の一つ一つを見ていかなくてはいけません。早速丸1から見てみましょう。 People are discouraged from selling items they created. 自分が作ったものを販売することは奨励されていない。この選択肢につきましては次の文章が参考になるでしょう。説明文の2行目、 Please bring your used and or handmade goods. 中古あるいは自分の作ったものを持ってきてくださいと書いてありますので、ハンドメイドグッズを販売することに何の問題もないわけです。ここで選択肢1が消えることになります。では、丸にはどうでしょうか。 People can't throw away anything in the same trash can. これにつきましては、注意事項。4つ目、Garbage must be separated and put into the appropriate garbage cans at the end of each day.とありました。なので、ゴミは分別され、適切なゴミ箱に入れられなければいけません。なので丸にも消えます。では3はどうでしょう。 The organizers choose applicants who apply for both days. 主催者は両方を申請した人、土曜日と日曜日の両方を申請した人を選ぶと書いてあります。説明文では Accept applications in order of arrival、 到着した順番に申請を受け付けると書いてありますので、土曜日と日曜日と両方でも、もしくは片方でも全然問題ありません。なので丸3もここで除外されることになります。以上のことから、問い4の正解は選択肢丸4。The organizers provide information about schedule updates. スケジュールの更新について主催者は情報を提供するが正解となります。これにつきましては、注意事項、keep in mind の中の2つ目、Any changes in opening and closing times are announced 2 days in advance. 始まり、そして終わりの時間、の変更について2日前に発表されると書いてありますので、ここからも丸4が正解になります。はい、以上で解説は終わりになります。英語は復習が重要になりますので、単語を覚えて文章を読み返してみてください。英語はですね、コツコツ積み重なれば必ず結果がついてきます。皆さんも頑張ってみてください。それでは皆さん、さようなら。